大体飯野君と僕とってそういう形だけど、基本的には僕の一部が飯野君だってそういうふうに思ってるの。だから他人じゃないんですよね。あと友達なんだけどさ、合気道で言うと自分の一部が彼だっていうふうに思ってるの。だから彼が来たのは全然関係なくて、あのなんていうのかな、あの他人だと思ってると、ここをどうやってやるかって思っちゃうんだけど、向こう行きたいんですかって、そういうね、そういう形、あの彼上げたり下げたりしてんだけど、上げたり下げたりして、下げたら落ちてきた、上げたら上げたら上げたっていう形だから、自分の一部だと思ってんので、そういう気持ちでやった方がいい。それ難しいんだけど、そういう気持ちで やった方がいいんじゃないかな、ね、上下同じね、下は彼は下行きたいの、彼は上行きたいの、そういう形ねでやった方がいいかなと思って。じゃあそれで転換をね、こう転換しましょう、向こう行きたいで、いいんだ、そういうよ。そしたらこう別物じゃないの、一つなの、一つ、自分の一つっていうか気持ちね、気持ち、そういう気持ちでなんかいろいろ動いて、まあ転換は転換ね、転換からやってますけど、別物にしないで、ああ地域行きたいのって、そういう気持ちね、それが大事だと思います。じゃあ僕がね、受け身の人は一生懸命必死になって彼を抑えるとか、そういう形、別物として扱ってるんだよ彼をね。でこう手があったら、手をどうやってやったら彼を抑えられるかなと思ってるわけで、こう真剣に抑えるわけ、真剣に抑えてるの、こうやってギュッて、で彼のやるの待ってんだけど、その時に彼は別物だと思ってるとうまくいかないの。こうやって別物だ、ちょっとほら、自分が一つだから、僕が一つだから、ギュッてやってんだけど、あ別物にしたなと思ったら、別物、あ一つだったらこう来るよね、一つで、これ一つだ、自分と一体になって一つに来てら、こうに崩れてくるんだけど、別物だと思ってると別物なんだから、こうやってほら自分が動けるの、そういう形じゃない、それで稽古が進んでるんじゃないかなと思うのね。だからあのなんていうのかな、うん、まあいいや。じゃあこうやって持って来てもさ、別物、彼と別物だったらここと競争しなきゃいけないんだけど、一つだと思ってるから、友達なんだから、こうやって行ってもいいし、こうやってやってもいいし、ダメだったらこうね、そう脅してくる、一つだから、何しろ一つだから、ほら一つだからこう来て、こう一つなのね。だ難しいんだけど、言葉だと一つだとか言ってんだけどさ、別物と思わないようにして稽古した方がいいってこと、何しろ。で最近まあそういうことに気づいたってかな、前は別物で一生懸命武道としてやってたんだ。武道っていうのは別物だから、この野郎やっつけてやるってこうやってやってんだけど、一つなんだから、ほら一つなんだから、だからちょうどいいところに、あのなんていうの、自分の都合なの、関係ないの、彼がどう来ても関係ないの、ほら一つなんだから、ほら一つで、そういうふうにあの意識した方がいいかなと思ってるの。だから別物じゃなくて、じゃあ別物じゃなくてね、こう別物じゃなくて、こう上げたり下げたり、一つだと思って上げたり下げたり、これで稽古しましょう、ね、で一つ彼一つでこっちで上げて、これね、別物だと思ってると向こう行っちゃうんですよ、あの別物だと、そうやられちゃうのね一つだと思ってるから、
まあ、じゃあやってみましょう。あ、彼強いとかって言ったらね、ここ壊せないんだったら自分が逃げてさよならしてんの、さよなら。で、あの、なんていうのかな、お友達がこうギュッて持ってきてんだよね。取れないんだよね、取れない。ここだと取れないから、取れる場所どこかなって探して、一つだから、それでさよならしてんの、こうやって来て、さよなら。さよならできるってことは自由の一つだけど、自分の一部だから、こうやって、ほら、こうやって、こう切れた、ね、こうやって、こうやって、こうやって切れた。こうやってやったんだったら競争だから、こうボカってやられちゃって、二つあるから来たんだけど、彼来たんだけど、自分の一部だと思ってるから、こういうふうに、ほら、さよならってこうできるよね。あの、さよならすることも自分の一部じゃないとさよならしづらいのね、しづらい。こう離れないんだから、だから自分の一部だと思ってさよならって、そういう感じで、自分が安定してる、まっすぐしてる。で、あの、さよならした方がいいんじゃないかって思ってるのは、なんていうのかな、別物にしないって、自分の一部、自分の一部でこういうさよならって、あ、彼したいんだよね。で、俺はまあ友達なんだけど、友達なんだけど、待ってたら来ちゃうんだから、だから一部、自分の一部として考えてさよならする、そういう感じで、安定してるのが大事だから、自分の一部だと思ってさよならする傾向をやりましょうかね。こうやって、こうやってさよなら。で、自分が安定してる。で、彼はこうやって来たらさ、何でもいいや、こうやって来たら、こうやって来たら、そう、向かってくるのね、向かってくるんだけど、向かってこないで、まあ、待ってるって感じで、こうやって入ってきて、近くからさよなら、いろいろ方法あるような、こうやってこうやって来てさよなら、僕が安定してるってこと、それが大事だからね。これこう、こうやってって来ちゃうんだよね、来ちゃうんだよね、だから、ね、来ないようにでさよなら、そういう感じで、自分が安定してる、そういう傾向。じゃあやってみましょうか。あのね、今いい話、こう来て、僕が、彼がさよならするときにこういう手とか来るんだよね。で、まあ、例えばこうに来たらこの手使って来るんだよね。来るさよならするんだから、さよならするのにこの手をこうやってやっつける必要はないの。こうやって来たら、来てさよならするんだから、自分の安定が大事だ。この手にこの、さよならだよ、僕は全然安定、さよならの練習だから、ここ来た時にこうやって来たらさよならじゃないの、さよならじゃないの、さよならじゃなくて、おい、別物にしてやっつけたらやりたいって思ってるの。でもさよならしたいんだから、さよならって、そういう風にやってほしいのよ。じゃあ、まあ、ちょっと、もうちょっとさよならができるっていう前提で、こうね、こう反発してこう切るんじゃなくて、こうほら、自然と力が抜ける位置、それで技がいろいろあるわけ。こうやって自分のさよなら、こう、あの、なんていうのかな、別物でこういうふうにやってんじゃなくて、お友達なんだ、そういう感じでこういうふうに来た、お友達なのだから、そういう感じで技をやってほしいのよ。他人でこうじゃなくて、まあ、品川先生とかいろいろ、まあ、あの、こう来たらこうやった方がいいですよとか、結果としてそうなってるだけだから、いろいろ教えてくれてんだけどね、教えてくれてんだ、こういうふうにやった方が、ほら、この肘こうなんて言えてとかね、いろいろ言ってんだけど、別にこうやってやって、こうやって切りやすいからこういうふうに入ってるだけでも、基本はなんていうのかな、別物じゃなくて、自分のために、自分のところに入れてくるために、こういうふうに自分がまっすぐ、いつもまっすぐ、そしてやり急いでない、ここにやり急いでなくていいの、別に。で、こう落としてくれば落ちてくるし、こう上げてくれば上げてくる。で、たまたまこう肘がこうなってたの、
これを肘を上げるためにこういう手を使って上げようとしてないんでしょ。自然とこうなっちゃったの、こう上がっちゃったの、だからここに入ったの、自分がこうにで、こう位置が悪いかな、で自然と倒れちゃった。あ、なんで倒れてんのって、そういうふうにやりたいわけ、やりたいわけね。やれないんだけど、まあなんていうの、やりたいので、それが合気道の稽古だと思った。こうやってやって肘を上げて、で考えなくても自然とこうやってやって、あ、向こう行きたいんですかって、こうやって、そしたら隙間がこうやって見えた、そしてこう入ってきた、こうとかね、それからまあこうやって入ってきたら、こうに入ってきて、こう、ね、何でもできるって、自分の体なんだもん、相手って自分の体なんだから何でもできるって、そういうふうに思ってやった方がいいんじゃないかなと。それで稽古やってるうちに、この肘を上げたらどうやったら上がるか、上がりやすいかとかっていうのは、それはもちろんなんだけど、こうね、上がんなかったら上がって、でこう嫌だよ、だからこうやって押さえるよとか、まあいろいろあるよね。こう切った方がいいよとか、でこの手止めるために切ってるから、こう、あ、この手が邪魔で来ないよと、でここに入っていったらこれ来ちゃうからね、これが来るから、こっちから入ってここに入った方がいいよとか、いろいろそういうテクニックっていうのはあるんだけど、基本はお友達、そしてお友達で、自分が安定で、彼が勝手に倒れた、倒そうと思ってなくて勝手に倒れちゃったの、こうやってほら倒れちゃったの、こうやって、なんで倒れちゃったの、そういう感じにしたいのよ。でそういうのを目指してみんな頑張りましょうって、そういう話ね。じゃあいろいろ塩投げとか入り身投げとかいろいろあるから、まあそうです、少しやってみましょう。塩投げとかね、入り身投げとかやるじゃん、こうやって やらなきゃいけないの。やるっていうのは、この肘を取ってこうやって後ろに入って、こうやって、それから四角に入って、この当たらないようにこういうふうに曲がってきてって、そういうふうに思ってんだよね。それが入り身投げだったら、例えば後ろに入ってこうね、こうやって崩してって、そういうふうに思ってんだよね。やらなくたっていいんだから、で自由どうぞってんだから、塩投げでこうぶつかっちゃって、こうやって入ってきたらやられちゃうんだから、やらないんだ。それで入れるようになってから入ればいいの。入れるようになってから、別にそんな、なんていうのかな、ここの共犯にあるようにやってないんだよね。共犯なくて、直って入ってんだから、こうやって、そうなんだっけ、友達なんだから、相手って友達なんだから、それをなんていうのは、わざわざこういうふうにやって入れないところで競わないってことなの。入れるようになってから、友達なんだから、このね、荻原さん友達だから、こうやって入って、友達だからこうやって入ってもいいんだよね。だって友達なんだもん。入れるようになってから入るってことで、できるようになってからできる。でもこの四方投げの形は、基本の忠実な形は、うまくやってれば自然とできるの。力が抜けててうまく入れば奥義できるの、ちゃんと。ちゃんとやってれば、ちゃんとやってればってことは、こういうとこ競わないです。なんていうか、そういう風になってんの、共犯の形って。だから自由にやりましょうって言ったけど、そういうことが、なんていうのかな、目指すことがそういうふうに、お友達だよ、入ったよ、それから入ったよって言ったら、自然とできるようになってんの。ゆっくりでも早くても、スピードに関係なくて、そういう形になってんの。だからすごく大事、こういう形で大事、こう四方投げ大事、こう歩きたかったら歩くで、まあ変わりたかったら変わってもいいんだけど、こうね、こう自由に動く、自由なんだよね。で
なんていうの、友達だからなんか言ってたよね、友達だからなんだっけ、友達だから逆らうわけないって言ったんだっけ、友達だから、あ、ああそうそう、自分の一部だったらぶつかってやることはないのね、自分の一部なんだから、俺の友達なんだからって、そういう形だ。で、彼は僕に協力してくれると思ってるんだよね。で彼は友達なんだから、で四方投げやった時も彼は友達なんだから僕に協力してくれてんの、いや思い通りやってくれてんの、思い通りになんていうのかな、思い通りにやってくれてるし、いらないかったらうんちだと思えば言ってたんだけど、いらなかったらうんちだと思う、いらない、さよならさっきしたよね、さよなら、うんちだの、だからうんち、いらないのは捨ててさよならって自分いらなかったら捨てるの、そういう話だねで その大事なのはその形っていうのは、入り身投げだったらこう、入り身投げだったらこう、こう入り身投げね、入り身投げ、こうやって資格もらって、それでポッ、その時に自分が安定してるって、そういう話でしょ、一挙だったら一挙だったら一挙、こう資格から入って、あやべえ来るんだけど押さえといて、ここ押さえといて、それでこっちからここに入るとかね、そういう形、それ自由にやってるっていう感じで、形があるから形の通りにこういう形通りやった方がいいよって話ね。そうすると、形はそのなんていうのかな、スケールっていうかな、その自分のメジャーになるから、形通りできればうまくいくし、あうまくいって、そのなんていうの、まあそういう形ね。だから四方投げとか決めて、四方投げ一挙、入り身投げちょっと決めて、じゃあちょっとやってみましょうかね、どうぞ。だから僕の場合は四方投げは本当は捕まってこうね、なんていうのかな、共犯だとこうなんかそうだけど、別に離れてもいいし、離れてて要はこの手のこの手を邪魔してこういうふうに入ってるということだけね。だから持ってようと持ってないと関係ないの、ここに入ってるの、ここ、そうするとこういうふうに入ってるだけ、こういうふうに入ってるだけだから、なんていうのかな、そう共犯通りじゃないかもしれないけど、形はその全然違うんですよねって言われてもしょうがないんだけどですね、さあのなんていうの、共犯と違うんですよねって、共犯と違って当たり前なのかもしれない、こうやって後ろに入ることだから、あの優先順位がで、視覚から彼が向かってくるとか、あいやあるよね、で来たらこういうふうに入ってきてるだけだ、だあのなんていうのかな、手はギュッと持たなくたって別にいいしね、こうでもいいのね、何でもいいの、何でもいいの、要はその塩投げの形は本当はそうじゃないのかもしれないけど、こうやってあの共犯みたいにやってないってこと、あのちゃんと自分の優先順位ぼかってくる、で来たらこういうふうに入って、で四角のところからスペース見つけて相手の正中線にこういうふうに落としてくるって、それだけしか考えてないからね、あの手がどこうとか、手を伸ばしてとか、指先伸ばしてとか、そういうこと考えてないの、要は自分と友達になって、こう友達になって自分が死角で、もしこういうふうに反撃、この手が反撃してきたら、この手を使ってこういうふうに入ってきて、こういうふうに入るって、それしか考えてないのね、それが塩投げだと思ってるからしょうがないんだよね、あのいやそれは上田さんやってるのは塩投げじゃないですよって言われちゃうかもしれないけど、僕は塩投げなの、これこうやって向かってきたのも、あやばいなって、こうやってこれも塩投げの一つっていうふうに思ってるってことで、まあそういう話ね。じゃあこっちやりましょう。これね、これは僕が弱いから、こうやって出してったらやられちゃうの、こうやってやったらやられちゃうの、やって強い人はいいんだよ、資格、あのなんていうか
こういう形でこういうすごい力ある人はギューってできるのかもしれない。でも僕はできないから、できないからほら自分のところにもらってんの、こう自分のところにもらってんの。そしてほら出してないの、手出してないの、手出してないでこういうふうにやってんの。手出して出さないままこういうふうにほら出さないまま中に出てんの。出すとやられちゃうんだよ。まあじゃあこっちをやりましょう。